さて、ストッキングをね、うちの子猫が引っ掛け始めたからやめてーって脱いじゃったの。だからちょっと生足ですけど、いや、だから生足ってもそんなあるでしょ。ここと同じ状態ですけど、その、鮮度じゃなくて、どうしたら食い物じゃないからね。生足ですよ、これ。食べ物じゃないんよ。さてと、食べた感じ食べてないよじゃなくて、紛らわしいやろ、紛らやろ。紛らやろ、表現が。だから、その、パクトラカみたいな人はね、要介護認定と言うべきよね。いや、それはあの介護用語ちゃうと、介護用品用語でもなくてな。紛らやろ。生足言うても食べ物じゃないよ。介護用語じゃないよ。介護用品用語じゃないよ。紛らやろ。食品じゃないよ。紛らな。で、結局、妖怪、妖怪。な、妖怪でしょ。妖精、妖怪、妖怪。の、が5人、間違えて認めてしまった。妖怪が間違えて認めてしまった体。これは妖怪5人でしょ。あとさ、漢字でちゃんと書いとくわ。介護用語じゃないし、介護用品用語でもないからね。で、さて、介護用品ちょっと介護の対象物のことなんだけどね。で、結局、パクみたいな人に、最初、ドーンと、やめてー突き放して。まずこれが大事。まずぶちかまさなあかんね。最初からのらりくらりかわすない。まあ、最初ちょっと様子見のらりくらり。どの程度しつこく来るかな。のらり、その時は最初だけはのらりくらり。で、ぐーっとしつこくそれに来たら、もうスケベ目的やなとわかる。実は。交際目的かスケベ目的かどっちか。あるいはそれ以外か。そんなのまず見極めなくて。で、ぐっともっと来ようとしたから、やめて付き合いました。それが、うちのフォロワーさん、韓国人の方多いけど、そういう人たちがパクが来たら、ふぅーっと嫌がるやろ。なんてことしてくれるのって。でしょ？だからおしゃれな、物品をアップしてるような人たちだったからね、韓国。パクみたいな柄悪い人が来たら困るわって言うの。うちの客じゃないけど、フォロワーやけどね。だからうちがフォロワーを守ってるんだよ、パクに。見てって言って。本当はね、それが真相やねんけどね。で、まあ結局、パクみたいな人がね、おるって分かったでしょ。あんなんやねん。調査なんだってパクとか D はあんな態度やって。ほんで、それ以外の挑戦の人たちも嫌がってて、なんでそんな抵抗しないんですかって、1000年2000年それやられたらもう、やる気なくせんちゃう。キムもな、コウもな、ノンもな、やる気な、いいじゃない、チーか、チーもな、もうやる気なくせんちゃう。やっとるわと。しかも、連中の方が、パクリの方が上流階級やったし、それは満州の騎馬軍団も取ったから。それが彼らの主力やから。で、満州で、牙を展開しながら、朝鮮半島いじめやっとって。それがパクリの正体。で、日本にも触手伸ばしとって。それが天皇家の実は。天皇家のパクリの系統やね、実は。これが、全世界に明らかになった瞬間ね。これを明るみに出したくて、うちはずっと粘っとって。耐えとって、パクの神経攻撃。精神攻撃じゃんだろ。神経攻撃。神経痛みたいな。確かに、ボディーブローとか言ってた。うん、ああ、神経痛のことなぁと思った。ボディーブローやねんから神経痛やんか。で、その神経痛を重ねることによって、お前は精神病になるんだ、精神病になるって、もしパクが来たことでも言ったらもう、ガチャーンってやで。どうなるかわかるので。そういう発見が。そんなに許されてないの、どんな子って。わかるやん。それはパク言うかなと思って、次はそのラリーをしとったけど、ついに逃げよった。次の機会にはまた現れて、それ言う可能性もある。そしたらもう、パクとらかいと。パク率全部終わりになるぐらいの悲惨な発言をする。もしあいつが言った。うちが言ったもんな。うち、被害者やからパク。攻撃を取った。じゃあ、皆さん、あれって、結局、パクトラカイ、嘘ばっかりついてるって分かったでしょ？それは誰でも分かる、常識で分かる。
嘘をご利用しようとしてるだけに過ぎないと。じゃあ、従軍やべ、徴用区もそうなんちゃうかって。じゃあ、ひょっとしたら南京虐殺っていうのも、パクリ勢力が中国に大陸に持ってそこで満州勢力やからな。家北満州勢力。満州軍閥の一種かな、パクリ勢力って天皇家のな。パキータの父親は、フギって言ってるやん。ヒロヒトじゃなくてフギやん。出すと言ったら、フギが、アキヒトの親父やん。だって、天智天皇の息子、光文天皇とかが、まあ、負けたわけが藤原家、要するに、藤原大臣、要するに、天武天皇な。で、天智天皇の子供である持統天皇だけ、まあ、天武天皇に嫁がせて、まあ、結局天上朝に逃げた。あれが神武皇統の最後やったんで、一応な。その後戻ってきたのが、秋人やねん。いっぱい長いこと通らんかったわけ。神武皇統の。天智の時に満州に逃げたから。満州が、神武皇統の本拠地やからやねん、実は。この構図、みんな習ってへんやろ、教科書で。当たり前やんか。な、パクリ全盛時代やねん、ついさっきまで。ね、パクリ全盛時代、日本買ったらパクリばっかりしとったでしょ、外国に対して。はっきり言うてね。でももう違うでしょ、パクリ全盛時代終わった。日本こそがオリジナルを誇れる時代になったのは、パクリ勢力が弱っていったから。天皇家も、そのうち、ヒューン。消えよ。パクリやから。その学術的に明らかになってくる。あれ、パクの顔やねん、天皇。パクリの顔やねん。パクとかで、リンの顔やねん、あれが。日本人の顔ちゃうねん、あいつら。明らかに中国人の顔してるでしょ。朝鮮半島にもあの顔の連中おる。パクリ。本当やそれが、はっきりした瞬間に。うち政治関係者やって言ってるやろ。仕事してんねん。そらが仕事やったん、実は。パクリの正体を明るみに引きずり出すのがうちの仕事やったん、実は。な、今ずっと言ってるやんか。なパクはそれ認めたくなかった。そりゃそうやな。認めたら処刑と思ってたって。はそんなんバレて処刑する文化はパクリ文化ですか一旦女神文化ですか新入生の方で。ヤバト民族の文化ですか変な文化ですね、それ。